と指導させようじゃないかということで、今日ちょっと何になりますか。何でもいいですよ。スパイクチャンネル。すいません。何の時間ですかこれ。工場の月ですか。工場の月。さっき竹内太郎さんの。おっしゃると工場の月、うん。でも結構なんか祭り囃子にも聞こえますね。ね。はい。工場の月は分かったんですけど、何の時間かを聞いてるんですけど。実は小川さんはリコーダー部だったんですよ。はい。それ前回のね、ウィキペディアの時に。はい。中学校の3年間、小学校の時合唱部で、で中学の時合唱部入ろうと思ったら合唱部なくて、まあ、リコーダー部しかなかったんですよ。でそしたら同級生のお姉ちゃんが、リコーダー部がどうやら部員少なくて潰れるらしい、合唱部になるらしいよってその子が言ってきて、えじゃあもうリコーダー部入っとこうと。で入ったらそのまま3年間リコーダー部卒業したっていう。結構実は実は結構その吹奏楽をたしなんできてるんですよ。で高校時代バンドも実はやったりとか、でもまあこのリコーダー部だったっていうその経験をまあ活かせてないので、ちょっとぜひこの YouTube チャンネルでリコーダー企画指導させようじゃないかということで、今日は小川さんのリコーダーの演奏で松浦が一曲ちょっと歌えたらなっていうことで、ちょっとはい、やっぱりそのギター弾いて歌うみたいなのはあると思う。私本当にリコーダーが得意なので、あんまり聞いたことないですよ、そのユニット編成。ギターとボーカルはよくあるじゃないですか。リコーダーが新しいかもしれないですね。スパイクチャンネル。でちょっと最初の目標としては、耳を澄ませば、今度実写化でね話題今なってますけど、耳を澄ませば途中のものすごいおじさんバンドたちとやるすごいいいシーンあるじゃないですか。そこのリコーダー頑張れば小川さん弾けるそうで、結構多分本当に正直体勢が男っぽいあそこでも完璧にしたいっていうのがあるのであれなんですけど、まあ、だから それはまだ今日はお見せできないけど、まず最初の目標としては耳を澄ませばのカントリーロードを途中の難しい感想を踏まえてやるっていう、で今日ちょっと何になりますかね。何でもいいですよ。何でもいいけど耳を澄ませばまだいい。何でもいい。肘かけるんですよここに。すっごい突き刺さって筋肉と骨の間に。耳を澄ませばでもまだ無理。あじゃあ。あでもまあちょっと無理って言っとこうかじゃあ。あ本当にいけるけどみたいな含みがありますけど。一応私の友達に絶対音感の子がいて、その子にかえちゃんいけるってこれあそこ楽譜にいけるって言ったらすぐ。楽にもう譜面にして送ってくれてて、あとは私練習するだけみたいな。その子も実はリコーダー部長なんですよ。今日違いますね、なんか風格があるというか。なんだね。まあじゃあどうだろうな。まああいみょんとかはどうですか。練習。え早いな。練習時間いらないですか。ちょっとじゃあ何の曲。ちょっと出てきたやつでいいじゃん。まあだからそう。それは一応おばあさんに。これ歌いたいとか。あれはちょっとその楽譜がないとだからね。急になんか弱気な。上から言うとマリーゴールドとかキミアロックを聞かない。ああいいね。マリーゴールドよ。キミアロックを聞かないの方が今グッときたけどね、どうですか。ちょっと一回やってみましょう。キミアロックは
え、最初にどんな歌でしたっけ。何ですか、なんか笑ってますけど。シャープってどうやってやんだっけ。大丈夫ですか。私は分かんないです。どのシャープ。少し寂しそうな君にこんな歌を聞かせよう。手を叩く合図、ふつふつと鳴り出す青春の音、乾いたメロディーで歌おうよ。生醤油。あ、でもすごい。あ、どっちがファのシャンプーですか。英語わかんないし。なるほど。どうですか、いけそうですか。うん、いけます。結構いけます。13歳ぶりに19年ぶり。あ、中1でやめてんの。あ、間違えた。15までやってた14まで、はい、これそれ懐かしいですよ、そのここにね、やっぱ大木出せる。うん、それは覚えてます。なんか拭くやつとかね、そうすっごい臭いの思い出したわ、うん、なんかみんな大木のあれね、小学生洗ったりしないからね、あれ。これって、お前さん、前奏とかはない。3、はい。それでもう歌い出すってことですよね、じゃあ。それって私の音程を弾いてくれてるわけじゃないでしょ。私の音程だと。メロディーを弾いて。メロディー。あ、メロディー。え、そんな高い？あー、でももしかしたら高いかもね、ソプラノのあれだから。え、合わせられないってことですか。はい、でも低く歌ったらいいってことじゃない。低く歌ったら少し寂しい。もうこれがさ、もともと音が違うと。だって今これの音でやったら、おたやみたいになるんだって。サビ感が高いかも、これは。少しでも僕に近づいてほしい。なんとなく聞かないと思うけれども、僕はこんな歌であんな歌で恋を乗り越えてきた。全然気持ちよくないです、歌ってて。こういう結果になりました。ソプラノリコーダーっていうことがこういうことなのかっていうね。引っ張れずに歌える人を募集です。そうですね、指導したばっかなんで。そうですね、だからかなり一つ、だから問題は
この主戦で歌える曲があるのかっていうことですね、果たして。そのなんか伴奏を多分吹くことはないです。え、ないリコーダーで、うん、だって1本でさ、あの複雑なさ音を出せないじゃん。今もオクターブ下で歌ってる。だから今オクターブ下かオクターブ上じゃないと無理なんで、ちょっとこれはまあやってみなきゃ分かんなかったですけど、かなり厳しい札で、厳しめそうです、かなり厳しい札です。まあでもどんどん噂上手くなっていってますね今、まあ、だから本当に独奏で行くしかないっていうことです。あの、まあ、マリーゴールドやってみる、マリーゴールド、マリーゴールド、じゃあちょっと本当何も練習してませんけど、いきなり今行くとですか、はい、行きます。まあでも、はい、パッとそんな弾けるんだと思いましたけど吹けるは吹けますね。だいぶ思い出してきたってことですね、もうリコーダーも。そうです、本当に楽譜だけあれば、このユニットでやっていくにはちょっといろいろ難しいところがあるってことですね。はい、ちょっと、指導せず、指導せず指導せずも視野に入ってますね、はい、もう今視野にちょっと入れてあの指導していきたいな指導せずっていうのも視野に入れて指導していきます。憂鬱な気分はしまったいて。カントリーロードへの道はどうですか、遠いですか。ちょっとカントリーロードは多分ソプラノリコーダーで、カントリーロード、あ、カントリーロード抜くでもサビだけは、方向性の違いにつながるところだったので、ユニット解散の危機になったので、一回じゃあ足並み揃えようよ、はい、ということで、目標だったカントリーロード一回やってみようじゃないか、はいはい、3入りますよ、はい、3、はい、カントリーロード、とっても嬉しいブーンってなりました。これでその感想が入ったらめちゃくちゃ上質なものになる。で、私もまあ歌詞を覚えて、それまでいいじゃないね、はい、これね、指導します。お、ちょっと自信がはい、その指導していくつもりで、はい、温かく見守ってください、はい、で皆さんももしこの松浦さん、この音とぴったりでいける曲これだよとかあったら、ぜひコメント欄で教えてほしいです、はい、で楽譜を送ってください。だから小川さんも逆にこれだったら松浦さんこれで歌えると思う楽譜ですよみたいなね、ぜひ皆さんの力を育ててください。はい、音楽できる人ぜひ助けてください。お願いします。
バイビー。